今日はですね、日曜日ということで森田さんのデータから見る気象の世界についてお伝えしていきたいと思います。では早速伺っていきましょう。森田さん、よろしくお願いします。お願いします、はい、日曜日ということで森田さんコーナーでは今日はどんなお話を伺うことができるんでしょうか。はい、つい先だって3日前にですね、アメリカの大気海洋庁の方から、暑かったというデータが出ましたので、8月の地球は暑かったという、お話をさせていただこうかと思っております。はい、暑さの振り返りをしていくということで、具体的に見ていきましょうか。はい、ではですね、ちょっとこちら変えていただいてですね、タイトルはこんな感じなんですけども、ニュースとしては、左上、これがアメリカの海洋大気庁のマークなんですけども、このホームページにこんなニュースが載ってたんですね。ここの訳は私の方で適当にやったので当たってるかどうかなんですけど、大きくは間違ってないです。で、175年間の記録が残ってるわけですけども、この中で一番高かったよっていうことなんですね。175年間の記録でって相当ですね。そうですね、これ解析、観測したデータもアメリカはもうだいぶ前から残ってるんですが、それをベースにまたモデル、気候モデルに入れて解析をし直して、このぐらいの150年以上のデータを持ってるんですけども、その中で、で一番高かった8月という月ですね。去年は2023年1年間を通して過去最高だったわけですけども、今年はそれをですね、ずっと上回るペースで今来てるんですね。毎月上回ってきてると、でその中の8月だけを取り出したということです。で、世界の陸地と海の温度、海面水温の気温、平均気温を出したら20世紀の平均 15.6 度というのが、この20世紀の平均なんですけども、それよりも 1.27 度高くなってますよという、そんな報告でした。ということで、世界記録の中で一番暑かったということなんですね。本文では、陸地と海面って書いてあるんですけどね、地球にさせていただきましたので、地球にさせていただいた海と陸地足したら地球だろうと、いうことで、で、先ほど言いましたように、もう8月というのは去年からずっと毎月毎月の記録を見ると最高最高っていうのを更新し続けてるんですね。で、8月は15ヶ月目なんです、その更新を続けて。で、こんだけ長い期間、前の年を更新続けるみたいなことっていうのも、更新自体がもう記録的な連続記録だという、そんなニュースでした。ちなみになんですけど、今年2024年が最も暑くなるっていう、要するに去年上回るっていう。去年も相当暑い暑いっていう話題が印象的でしたけれども、史上最高の高さだったんですね。そうですよね、それを上回る可能性は 97%。 97%、ほぼ先月8月の時にですね、同じ、これアメリカの気候、庁みたいなものなんですけども、ナショナル気候センターみたいなね、ところなんですけども、7月の段階でここ 77% って言ってたんですよ。1ヶ月経って8月になったら97まで上がってると、一気に跳ね上がっているというニュースですね。このお写真は何なんですか？いいところに気がついていただきまして、これイギリスのドーバーって、ドーバー海峡があるところのドーバーなんですけど、にこういうミストが出る、日本でもやってますよね。それのすごいやつが置いてあるんですけども、相当なサイズ感ですけど、これミストなんですね。その中を撮ってる欲しいですって。これなんでこんなところ出したかっていうと、実はこの中で、これ世界全体、地球全体を言ったわけなんですけども、エリアエリア、地域地域で見ていくと、ヨーロッパってすごい一番高かったんだそうです、8月が。ということで、こういうことでもしないと多分入れなかったんでしょうね。そうですよね。ということです。で、さらにですね、ちょっと進んでみますと、世界じゃ暑かったって言ったら、
どういうふうな暑さだったんですかっていうことで、平均からの差、気温の差、これランドとオーシャン、はい、地球ですね、それを見たものが平均からどれくらいずれてますか。で下にこう判例があるんですけども、平均、要するに平年並みみたいなったら白なんですね、はい、で赤くなっていったらこれ暑い高温、そして青くなっていった場合は低温っていうことなんですけども、まあ暑いって言ってるぐらいだから赤ばっかなんですよね。赤がほとんどですよね。そうですね。で、青いところがこうあるんですけども、いくつか、はい、それってアラスカとロシアの東部と南米南部とアフリカの中央部と西の中央アジア、まあ、ここですね、ここが青いところ除いて陸地はと海はもう全部高いですよっていうようなことだそうです、はいはい、で海の温度もほとんどで平年を上回ったっていう状況ですね。こんな中で熱帯東部太平洋、まあ、要するにここです、日本の南のところですね、それから南東の太平洋、こういったところが、一部平年を下回った。ここってエルニーニョラニーニャで行くところのラニーニャ海域になります。エルニーニョ海域からラニーニャに変わるあたりの時間帯ですね、ちょうど8月って、はい、なんか出てますねっていうことね。去年の今頃見てたらここ赤かったんですね、はい、まあまあちょっと余談ですけどね、はい、っていうような状況で、特に濃い赤色のところってこれ過去このエリアの中でも、記録的な暑さだったところがあるんですけども、その面積がですね 10% あったそうです。 10%、まあ、一番濃い 赤のところだけ全部面積出したら 10% になったっていう、まあ、アメリカの報告書らしいところですよね、これね、はい、こういう数字出すのがね、うんうんうん、はい、で、我々、日本、あ、はい、そうです、日本も真っ赤ですね、はい、もう記憶ありますよねこれね、先月の話ですからね。確かに暑かったなっていう印象ですよね、はいはい、もうこの暑さっていうのはこの辺の暑さなんですね、これね、はい、というようなことで、なるほどなと、少なくとも日本に関しては当たってそうだなという感じが抱けるんじゃなかろうかと、うん、納得の赤っていう印象ですね、うん、もうまだ暑いですからね。そうですね、はい、でこんだけ気温が高かったりなんかするといろんな現象が起きるわけじゃないですか、はい、それをまとめた8月だけをまとめたものがこちらになるんですね、はい、で、まあ、全部英語で書いてあるというのはわけが分からなくなるので、まあ、詳しくは、まあ、スクショでも撮っていただいて後から見ていただくとしてですね、はい、8月の最も重要な気候イベントのプロット図がこれなんですね、はい、で我々に関係しそうなもの、この中からですね、ちょっと熱帯低気圧、台風ですね、これだけちょっと取り出して書いたものがこの右側の図です、字です、はい、で世界中で熱帯低気圧が15個出ましたと、はい、発生しましたと、これは1991年から2020年のいわゆる平年値って言ってるもののほぼ平年並みの発生個数でした。はい、でどういった海域に出てきいましたか。大西洋で2個、うん、それから東太平洋で7個、東太平洋ってアメリカのこの辺りですよね、はい、すごい発生したんですよこれね。うん、それから西太平洋で5個、西太平洋って何ですかってところ、日本近辺台風って言ってるところですね、で5個、これ大丈夫なのかな、このデータっていうのはここでちょっと出てくる、詳しい人はそう思うかと思うんですけど、うんうん、8月の台風って台風5号からスタートして10号までですからね、5から10って6個ですよね本当ね、はい、まあちょっとあの日付のですね、世界標準時うんぬんかんぬんがあったりしますので、ちょっとここは多めに見ていただいてですね、はい、もしこれ違ってたら多分日本の気象庁がアメリカの大気気象庁に多分何か言うんだと思います、うんうんうん、でも、まあ、5個か6個だったよねと。それとインド洋で1個サイクロンが出てます、まあ、これのことですけどもね、はいはい、で、まあ、この西太平洋で一応5個って言ってる中で、我々に特にこう記憶に残ってる8月の台風って、10号、サンサン、はいはい、それがここにこう記載されています、はい、台風サンサンって書いてあるんですけども、うん、
で、この台風10号に関してなんですけども、これイギリスの大学の、まあ、研究が別個報告されてましてですね、地球温暖化の影響で風速が 26% ぐらい強化されてるんじゃないかとか、で台風非常に強くなったですね、海面温度が高くって発達しますみたいな、はい、あの進路はだいぶずれましたけども、はい、台風そのものはものすごく発達して九州に、まあ、上陸するっていうような形になったんですが、はい、あの強さ同程度の台風の発生確率って、26% ぐらい上昇してるんじゃないかというようなあの研究結果もこうやって出てるんですね、はい、ということで、まあ、暑かったっていうことが、まあ、海でも陸でもいろんなあのイベント、ここでイベント気候イベントって書いてますけども、まあ、気象現象ですよね、として各地で現れていたっていうようなことが、まあ、ある程度さっきのねこの温度ということだけではなくって、これで結果として何が起きたのかっていうようなこととこう合わせて考えてみると、まあ、被害とかに結果的にはなっていくわけですけども、はい、随分 多くのまあ被害なり何なりもたらしたなっていうことが見えてくるわけですね、はい、ちなみにお隣ここのところ緑になってます、これ大雨なんですね、中国かなり大雨降りました、それからあのここ、バングラディッシュですけどね、ここでもすごい雨が降ったんですけども、昨日今日もまた大雨降ってるんですけどね、というようなとかっていうのに、まあ、振り返って見ていくと、ちょっとニュースの見方、世界の天気のねニュースもちょっと変わってくるのかなっていう感じですね、はい、というようなことが言えてきます。でこれもうちょっと詳しく見たいという方がいらっしゃるかと思うんで、うん、はい、宣伝です。宣伝、近日発行気象ニュース、お8月も世界の気温は過去最高、2024年が最も高い年、暖かい年になる確率は 97%、はい、米大気海洋大気庁っていう気象ニュースが今吉野さんが温めてるみたいでですね、今まさに作られている段階なんですか、でもほぼほぼ記事書いててですね、はい、明日時間ができたら出そうかなとかなんとかかんとかっていうあのスラックでですね、はい、言ってます。この予習をしてから読むニュース記事はまた見え方が変わってくるかもしれないですね。そうですね。で、うん、私その、 あの原稿を見てるんですけども、はい、そうするとですね、私が喋ってないやつがかかる独自記事が書いてあるんですよ、これね。日本の8月の平均気温は基準値からの偏差がプラス 1.84 度で、うん、去年に次ぐ統計開始以来2番目の高さでしたとかって、なんか日本も調べたんですね、うーんってなことが書いてあったりなんかしますので、はい、多分本人的には明日なんだと思うんですけどもね。じゃあもうアプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルを明日出てくるのかどうかも含めてチェックしていただければ、はい、そうですね、うん、でですね、はい、吉野さんが出しているこの図とですね、はい、私がさっき説明したこの図とですね、ちょっと微妙に違いますでしょ。あ、そうですね、これは、いわゆる平年値、まあ、これ平年値って言ってるのはこの1991年から2020年ですけども、ここからのズレっていうのをこう示した図なんですね、はい、で吉野さんが選んだのはですね、それよりもですね、もっと記録になったかどうかと、まあ、特にここ一番右端が真っ赤ですけども、これが過去の記録を上回ったっていうようなことですね、はいはい、これを示してます。これ何かっていうとですね、さっきちょっとわけのわかんないことを私言ったですね、地球表面の約 10% が、記録的に高くなったって言ってましたけども、このことを示しているのがこの真っ赤なところなんですね。この真っ赤のところを全部足すと 10% になるということになります、はい、なので、記録ということが好きな人はこっち見た方が分かりやすいです、うーんっていうことです。でそれで見てると日本やっぱり赤いんですね、はい、8月ってものすごく高かったですからね。こんなことが分かります、まあ、どっちが分かりやすいかというグラフを比べていただいても楽しいんじゃないかと思うんですけどもね、はい、はい、まあ、明日出るんじゃないかということですけれども、はい、まあ、ぜひ皆さんご注目いただければと思います、はい、それでですね、はい、ちょっと最後のまとめじゃないんですけど、はい、
さっき8月ってヨーロッパが一番高かったっていうふうに言ったんですけども、はい、この部分ですね、ヨーロッパとオセアニアは記録上最も暑いなっちゃって、8月っていうようなのが分かってるっていうか、8月はそうだったんですが、はい、今ヨーロッパですね、一気に気温下がってきてるんですよ、はい、でそれがどうも来週日本にも影響してきそうなんですよ、はい、まあ、さっき週間予報でちょっとやった話なんですけども、うん、はい、そこに落としたいんですけどもいいでしょうか。お願いします。じゃあちょっと画面を切り替えていただいてですね、はい、この先気温がだいぶ変わってきますよねと先ほど週間天気でお話しいただいたところですけれども、つながってくるわけですね、はい、まあそうなんですね、まあ、つなげようとしてるっていう話でもあるんですけども、はいはい、実は今ヨーロッパはこれも気象ニュース出てますけども、ヨーロッパにはですねすごく強い寒気の渦が出てるんですね、はい、でこれ風を重ねてみると、まあ、反時計回りになってるっていうのが分かるかと思うんですけども、はい、拡大をしてみますとこの近辺で、激しい積乱雲やなんかができたりしてるんですね。この近辺って何ですか？ここ国会ですよね、でここイギリス、ここがギリシャっていうことになりますので、オーストリア周辺なんですけども、はい、かなり激しい今雨が降ってて、ここは非常に気温が今下がっているところになります、はい、でこの日本近辺でいくと我々寒冷低気圧寒冷渦というような説明をするんですけども、はい、この寒冷渦って動かない、結構だから危険な状況に今多分なっていると思います、大雨になっていると思います。でこれなんで動かないかというと、ここに出っ張ってるのがありますよね、これがですね高気圧なんですね、すごい強い高気圧があるのでこの低気圧が動けないというような状況になってます。で、日本の天気という形で見ていくと、まあ、ヨーロッパはこういうふうになってるんですけども、この高気圧出っ張ってるんですけども、どこまで出っ張ってるかっていうと、シベリアの方まで出っ張ってるんですね。でここに出っ張ってることによって、ここにこうへこんでるのがあるんですけども、こういった気圧の谷というのが、日本へ南下しやすくなってるんですね、はい、ここが出っ張ってるのでこんな風に来やすくなってると。でちょっと形を変えながら進めてみますが、左上の時間ですけどね、この気圧の谷1個目はまずですね西に進むんですけども、そのまた新たな気圧の谷っていうのがここの辺りからこう発生してくるんですね、次の気圧の谷で、これがだんだんと南の方に下がってくる。日本近辺にあった、ジェット気流ってだいぶ北にあったんですけども、来週にかけてこの強いのがだんだんと南下してくる。ここからここまで一気に下がってくる、はい、ということで来週、まあ、秋雨前線がうんぬんかんぬんって言ってましたけども、これを押し下げる原因っていうのがこの、北からの冷たい空気ということにつながってくるんですね。つながってるんですね、はい、ということで、もしこのヨーロッパの方でですね、さっきの寒冷渦と呼ばれる低気圧が、もしなかったりするとですね、はい、そうするとこの先ほど日本に、やってくる予定だった冷たい空気を持ってくる気圧の谷、これがこの高気圧があることによって押し出されてくるわけですけども、はい、これもなくなるっていうことになるので、はい、来週も暑いと、いうことになりますと、はいはい、いうことで、まあ、ヨーロッパは大変な天気になってるんですけども、日本はそのおかげって言ってもいいのかどうか分かりませんけども、はい、それと関連があって北の方、こんなシベリアの方にできた気圧の谷、この北側は冷たい空気ですのでね、その冷たい空気っていうのが日本付近にやってくる。で前線が南に下がるのはこの北風、まあ、ジェット気流と北風の影響ということになりますということですね、はい、まあ、こういった関連を見ていただきますと、まあ、ヨーロッパで、今急に気温が下がってるっていうのがあるんですけども、まあ、来週の日本にもやっぱり影響してくるんだよねっていう、まあ、そんな感覚っていうのもある程度こう見えてくるんじゃなかろうかと。つながっているのがすごい分かりやすかったですね。このデータ公開してほしいですねこれはもうだっていつも皆さんがご覧いただいている、
ホンダシステム括弧仮称ですのでね。そう、ホンダシステムをみんな使えるようにしてほしいですね。これね、くる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 動かしながら。ぜひあのウェザーニュースプロにね、いつか入れていただきたいなって。はい、もう、これ落ちるんでね。はい、もう唯一の欠点そこだけなんですよね。まだすぐに入れられるほどじゃない重たいんですね。ちょっとまだ。これをやったからあのプログラムのプロがですね、はい、ここ の, あのもうちょっと軽くするっていうのはプロだったら簡単にできるはずですのでね、はい、はい、重たいもんなって。私基本は気象屋ですからね、はい、プログラマーじゃないので。そうですね、まあそのうちね、時間がかかってでもこう見られるようになるとこのつながりが分かりやすくなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、まあね、今後の気温にもつなげて解説いただきました。この8月の世界の気温について解説をいただきました。森田さん、ありがとうございます。ありがとうございました。